リック・ユーンはアメリカ合衆国の俳優、ファッションモデル。弟は俳優のカール・ユーン。ワシントン DC に生まれる、韓国系アメリカ人。地元にはアジア人がほとんどおらず、常に疎外感を覚えていたという。その反動から他人種と頻繁に揉め事を起こし、喧嘩に明け暮れる、すさんだ、少年時代を過ごす。見かねた両親は、 彼を構成させるためミリタリースクールに通わせた。その後、全寮制のミッションスクールを経て、IB ーリーグのペンシルベニア大学ウォートン校を卒業。在学中はファッションモデルとして活動しており、アジア人として初めてベルサーチ、ラルフローレンのモデルを務めた。大学卒業後は、ウォール街のヘッジファンドで、ブローカーとして働いていたが、やがて俳優に転校することを決意する。 1999年にヒマラヤ杉に降る雪のオーディションに合格し、工藤裕樹演じる初江宮元の夫、カズオ宮元役で俳優デビューを果たす。その後も2001年のワイルドスピード、2002年の007ダイアナザーで、2013年のエンド・オブ・ホワイトハウスといった大作に順守役級で出演。近年は CSI 科学捜査班や、 ハワイ5-0、プリズンブレイク等のテレビドラマにもゲスト出演している。また、2002年には、ピープル氏で、最も美しい50人の一人に選ばれている。テコンドー、ボクシング、レスリング、野球等、幅広いスポーツ経験を持つ。19歳の時にはテコンドーで、オリンピック出場資格を得ている。ナスター・シャキンスキー、ダニア・ラミレスとの交際経験がある。 ありがとうございます。